That Channel こんにちは、サムライケンです。今回2回目の内容は、えー、ギターのタッチインストゥルメントを使って曲の録音、コードの変更、曲の調キーですね、そしてテンポ、小説数の設定、そしてクオンタイスというものを説明します。えー、今回は、 ひまわりの約束というね、ドラえもんの主題歌で有名な曲を題材として進めていきます。どうぞ。では、ガレッジバンドの今回はですね、ギターのタッチインストゥルメントを使って録音までの流れを説明します。 では、この画面で新規作成をタップ。で、ここでは、えー、ギターを選びます。で、前回説明したように、このギターも3種類の画面があります。今回は、このコードが書いてある画面を使います。今回は、ひまわりの約束というね、えー、曲を題材にして説明しますが、 この楽譜はですね、ありがたいことに無料で TunesGate というサイトで見れます。こんなサイトですね。URL は備考欄に貼っておきますので、そのサイトで、えー、画面キャプチャーするなどしてですね、えー、この楽譜を用意しておいてください。では、この曲をこれから録音していく上でですね、この曲のキー、つまり何聴か。 派長調とかありますよね。それをガレッジバンドで設定した方がいいので、その蝶の見分け方です。まず蝶にはですね、蝶蝶、メジャーですね、と単調マイナーの2種類がありますが、ここでは蝶蝶、メジャーだけの説明とします。一覧を作りましたのでご覧ください。このようにですね、 楽譜の頭に書いてあるフラットの数とかシャープの数でキーが決まります。では、あの、ひまわりの約束の楽譜を見るとですね、フラットが2つありますね。ということは、この曲は B フラットメジャーの曲だということになります。それでは、蝶を設定しましょう。上の工具のアイコンをタップしてください。 すると、設定と出て、その中に、キーという項目がありますね。ここを、B フラットメジャーに設定します。次に、表紙とテンポも設定しましょう、えー。ここ C と書いてあるのはですね、これ4分の4のことです。で、テンポは79ですね。では、テンポの設定からいきますが、この方法は、 左側をタップして決める方法。こういうふうにタップすると、えー、テンポが変化します。それから数字を、右側の数字をドラッグ、または矢印を上下してね、タップして設定できます。じゃあ、まあ、79に設定します。はい、これでまず曲の設定が完了ですが、もう一つ。 小説数を自動に設定しておかないと8小節しか録音できません。そこで右の小さなプラスの記号をタップしてみましょう。そうするとソングセクションっていうのが出てきますね。その下にあるセクション A をタップしましょう。で、この中から自動を選びます。以上で全ての 設定は終わりです。では、えー、楽譜を見てくださいこの曲は4小節のイントロから始まり5小節目からはメロディーが始まりますでイントロの上の方にコードが書いてありますね、えー、順番に見ると b ト、f o n a e b b o n a, a g m 7 D マイナスセブンというふうに書いてあります。まあ、これでコードを弾くのですが、実際ギターの画面を見ると B フラット、E フラットなどはありますが、F 音 A とか B フラット音 A、G マイナスセブン、D マイナスセブンっていうのがありませんね。そこでコードの編集をします。まあ、その前に余計なことかもしれませんが、今並んでいるコードの並びっていうのはですね。 キーを B フラットメジャーに設定したから自動でこのコードが並んだわけです。ですから、例えば C メジャーのキーに設定すると、このように違ったコードが選ばれるので注意してください。では、コードの編集です、えー。工具のアイコンをタップしてください。 真ん中辺に青字でコードを編集ってありますよね。で、ここをタップします。するとカスタムコードと出てきます。一番左側がコードの根音。c マイナーならば C とかそういう根音ですね。で、2番目以降でコードの性格を決めていきます。では、コード編集ですね。まず B フラットはいいですね。次の F オン A っていうのがありません。まあ、この F オン A っていうのは分数コードと言われてまして、オンの後ろの音階が一番下の音で弾いてくださいよという意味です。まあ、ベースの音ですね。では、これに変えましょう。で、F をこのコードに変えますので、じゃあ、オンの後ろは一番右のベースと書いてあるところから選びます。A を選びます。 そうすると、ガレージバンド上では F、F スラッシュ A となりましたね。まあ、A 分の F という分数で表されました。これは F オン A と同じ意味です。次に Gm7 にしましょうね。これは Gm を Gm7 にします。で、このコードを選んで、左から3番目で7を選びましょう。 はい、今度は、えー、B フラットオン A ですね、えー。これはですね、B フラットはもう使ってるんで、まあ、これから使うんで、A フラット。これを B フラットオン A に変えましょう。では、A フラットを選んで、A フラットを B フラットに変えますね。そして、ベースのところを A にします。 次は d マイナーを d マイナーセブンに変えます。d マイナーを選んで。左から3番目を7に変えます。以上で完了です。ではイントロの伴奏を入れます。で、ここで難しいリズムですね。これねで楽譜通りに弾ける人は弾いた方がいいですが、そうでない人はまあ、数字を書きますが。 こんな風に弾いてもいいと思います。それで録音してみます。皆さんは実際に録音する前に何度も練習した方がいいと思います。私もずいぶん苦労しました。では上の赤いボタンタップで録音開始です。メトロノームもなります。 ははい、でででううまく録音できたんでしょうかねとにかく間違えずに弾くには難しいかもしれません何度も順番を暗記するくらい練習しましょうでは録音を聴いてみましょうか、えー、再生ボタンですねおっと随分ず,ずれてますよね テンポに合ってませんね。でもご安心ください。ここでぴったりリズムが合うように修正できます。それはクォンタイズという機能です。上のレバーのアイコンをタップします。そして上のトラック設定をタップします。そしてクォンタイズ最初はなしになってますが、これをストレートにします。そのストレートを選んで、 次に音符なんですが8ビートなんで1 8分の1音符を選びますさあこれでどうなったかもう一度聴いてみましょうどうでしょうかぴったり合いましたねぜひ クォンタイズを忘れずに。では、今回はこれで終わりです。次回、どうぞお楽しみに。さらばでござる